はい、まずスタートですね。スタートは各社一斉にこのレースはね、スタートを取りに行きましたね。まあ、天海選手も外から行ったんですけどね、佐藤慎太郎選手が内側に車輪を差し込んでましたのでね、まあ、ここは佐藤選手が取ったという形になりましたね。こうなってくると東北勢が前段です。5番、2番、9番です。新田祐大選手、佐藤慎太郎選手、森澤太志選手ですね。この3名が前段ですね。そしてその後ろに、古性選手が入っていくんですよね。外枠ですけども、古性選手よく4番手に、収まりましたよね。天海選手が引く形になりましたね。そして菊池選手もね、後ろから上昇してくるんですけども、菊池選手の目線からすると、あれ、天海選手内側にいるけど古性選手がいるので入れないなという感じですよね。ここで、天海選手も少し車を引きながら、菊池選手を入れようとするんですけども、またここで、松浦選手がね、いるので、菊池選手が入れないという形になりましたよね。そして菊池選手が、そこを諦めて、松浦選手の後ろに入ったわけなんですけども、まあ、ここで菊池選手も、5番手、6番手ですね、位置にしました。まあ、菊池選手も今日はすごくいいかましをしてましたのでね、非常に積極的に気持ちの入ったレースを見せてくれたのかなというところなんですけども、まあ、それをね、突っ張って合わせてしまった、5番の新田祐大選手の脚力にも本当にすごいなというところを、見られましたよね。あとは、その2社がね、少し踏み合いましたのでね、短期勢が生きてきたという感じなんですけども、まあ、このレースも古性選手のまずは走りですよね。注目していきたいですよね。まずは4番手にいます。そして、その後ろには短期の松浦選手いますよね。そして短期の、郡司選手と山口圭哉選手は後方という形になりましたね。残り2周の、赤番を過ぎたところで、新田選手が少し車間を空けながら、後ろの様子を見ています。古性選手も少し横に車を張りながらね、菊池選手に牽制してますよね。ですけども、菊池選手が打礁を過ぎたところで一気にね、かましに行くんですよね。ここはもう本当に渾身なかましに行ったと思うんですけど、新田祐大選手がこれをね、合わせてしまうわけですから、まあ、新田選手も本当にすごいなと思いますね。まあ、新田選手が合わせていって、菊池選手がね、少し後退する形になったんですけども、まあ、天海選手もそれにつられて内側に降りてしまいましたね。後方から古性選手がこの鋭いまくりですよ。そして、後ろには松浦選手、さすが古性選手の後ろにね、よくね、いましたよね。山口圭哉選手も伸びてきたんですけども、郡司選手に阻まれて、少し失速したという形なんですけども、1着は7番の古性選手、2着には1番の松浦選手、3着は内側から伸びてきた、郡司選手が入って、7番、1番、3番という形で第12レースが、ゴール決着いたしました。12レースでした。